Hello， 我是猴子进步的高子。我们的影片即将开始哦。开始之前，如果你还没有订阅我们狗心卫视 YouTube 频道，请记得按订阅，并开启小铃铛，才不会错过台湾好处境节目的最新通知哦。通知哦，通知哦，哎呀，喂，啊，开始哦。さあどうも皆さんこんにちは、びっくり台湾びっくりの部長高橋です。さあということで私現在ですね、皆さんこちらご覧ください、山の中におります。山の中聞こえますかね、この小鳥のさえずり、そしてこのマイナスイオンね、うわ気持ちがいいですね。やっぱり台湾の大自然は本当に気持ちがいいなと思います。そして私現在こちらがですね、新竹の新風におります。はい、新竹の新風です。皆さん台湾の方、新風と聞いたらですね、多分フルーツの柿を思い浮かべるんじゃないでしょうか。でもですね、こちら新風にはですね、実はフルーツの柿以外にもですね、有名なものがあります。それがですね、柿焼き料理ですね。ということで今日のテーマはですね、日本でも有名な巻き焼き料理、ホンダオリーベンダーサイサオ料理ということですね。皆さんにこの後ですね、いろんなサイサオ料理をご紹介していきたいと思います。さあそれではですね、出発する前に今日はですね、皆さんがもう大好きな美人なゲストさんがいらっしゃいます。実はですね、僕ももう知り合ってものすごく長い友達なんですけれども、ではね、早速お呼びしたいと思います。中原優希さんです。どうぞ。はい、ありがとうございます。はじめまして、中原優希です。お、さすが、さすが、ポーズが様になる。はい、簡単に自己紹介のほど。はい、はい、私ですね、5年前まで日本の宝塚歌劇団というところで男役をやっておりました、中原優希と申します。1年半前から、はい、あの台湾に、僕はここかもしれない。楽しいの、楽しいの、はい、1年半前です。はい、1年半前から ね、台湾に来て今主演上演励んでおります。はい、ということでさすがですね、ポーズが様になりますね。ちょっといいよ、やってみて。本当ですか。高橋です。どっちがかっこいいか、こういう感じで大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。ここからいらないって言われます。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、うん、今日はですね、まあ、このマップ、こちら今新築の、城中府ですね、うん、あの湖の近くにいるんですけれども、こちら2つのね、今日はあの場所に行くんですけれども、この2つですね、実は共通点がありまして、うん、まず1つ目がですね、薪を使って料理された薪焼き料理。薪焼き料理、はい、薪焼き料理、結構特別 なんか名前ですよね、薪焼き料理、うん、言いづらいね、薪焼き料理。そうですね、日本語だとちょっと言いづらいんですけれども、うん、で2つ目がですね、ハッカの方が作られていることから、うん、カージャ人生、あのハッカの精神がこの料理の中に詰まってるっていう、ほうほうほう、はい、っていうのが2つ目の、ね、共通点ですね。で3つ目がですね、台湾といえばやっぱり我々外国人もそうなんですけど、昔ながらの赤レンガっていうのは結構、うん、象徴的なものじゃないですか、うん、でこちらのね2つのお店はですね、あの昔のターザオっていうね、台湾のキッチンで使われてる赤レンガでちょっとなんか関係しているみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。さあそれではですね、1個目が何なのか早速こちらにめくっていきたいと思います。こちらでございます。いきます。はい、じゃあ1軒目はですね、ハッカ餅ピザということなんですけれども、まあもう美味しそう。私ピザとお餅ってすごい合うと思うもん。はい、本当ですか、うん。結構甘そうな感じでちょっと美味しそうですね、確かにね。うん、もう一品ピザということで、じゃあね、こちらのハッカ餅ピザを目指して行ってみましょう。行きましょう。レッド。承知しました。行ってきます。どうも、びっくり台湾の本社に勤める高橋です。現在の僕の最大の任務は、いろいろな台湾を発見し、世界に発信すること。わっと、愛台湾だ。台湾の皆さん、あなたとの出会いが待ち遠しいです。それではびっくり台湾、行くぞ。赤レンガもあるし、本当だね、台湾の味がこうミックスされてるみたいな、うん、なんか山の中のカフェって、あ、そうですね、うん、おしゃれなところで、見て、すごいよこのバラが、かわいい、インスタ映え、すごくないですか。これ結城さん、バラとか似合うんじゃないですか。宝塚男役って言ったら、そうだよ、私昔ね、これ女性に送ってましたから、バラ送ってた、どういうこと、え、男役だったから、ああ、そう、そういうことか、そういうことか、パーン。だから、はい、あのバレンタインの時にもらってたの、
ああ、そうか、男役だからファンの方だったりとか、うんうんうん、はいはいはい、だからお返しでホワイトデーの時にグリーンのバラをありがとうって。ちょっと口笛なんなかったなんなかったはーい、ダメー本当に絶対ちょっとお兄さん、これ頭叩くやつですから。あ、ごめん、やり直すわ。違うそういうことじゃないですけど。違った。すっかりお店の雰囲気が気に入った結城さん、せっかくだからと記念に一面のバラを背景に2人で写真を撮ることに。男性やってもらっていいですか。僕女性役やるんで。いいの優しい。しょうがないな、はい、ですからできますよ。3、2、1。ちょっと女性が可愛くない。可愛くなくないでしょ。ギャルだよ、ギャル。可愛いかな。さあ、グーザ、チョーチョーパーへ。イリンジョバ、イリンジョラーメンへ。さあ、グーザ、イリンジョ、うるさいわ、もうちょっと行くぞ。それ、イリンジョ、おじさんじゃない。確かにおじさんだけど、うるさいわ。うるさい、違うよ、行こう行こう。行きましょう、レストラン行きましょう。2階なんで行ってきます、行きます、レッツゴー。おお、男性っぽい。部長、女性役、本当に似合わないですね。わあ、広い。わ、本当だ、広い。めちゃめちゃ広いですね。しかもなんかこの、なんだっけ、カゴっていうんですか。そうそうそう、なんか照明が特別だね。特別ですね。初めて見る。なんかすごい不思議な。あ、店員さんがいらっしゃいます。こんにちは、こんにちは。こんにちは。たかし部長ですか。はい、たかし部長です。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ゆうきさんです。ゆうきです。よろしくお願いします。あの、こちらに、ハッカモチピザってありますか。ハッカモチピザありますよ。あります？ピザ作り体験できますが、やっていきますか。DIY できるんですか。やりたい。それはやってみたい。やらせてください。よろしくお願いします。お願いします。そうしたら下の階へどうぞ。あ、下でね、わかりました。じゃあお願いします。はい、はい、ということでピザ作りを体験させていただくことに。それぞれ食材をご用意してくださいました。2人とも頑張って。さあ、ということでですね、 DIY をやらせていただくべくこちらご用意していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。これら材料の野菜はこの地域で栽培され収穫された新鮮な野菜なのよ。まずは生地作りをやっていきますね。なんかかわいい。まず生地に粉をつけていきますよ。この粉は何なんですか。小麦粉よ。小麦粉ですね。次にこの上に置いて作業していくわよ。これがくっつかないためにこう引いてるんですよね。そう、生地を広げる際くっつかないようするためなの。こう真ん中から広げていくわよ。あー、すごい綺麗な感じですね。すごいすごい。やってみます。僕も、うん、そこがもうレディーだ。僕もって何だろう。おかしくなってね。僕もちょっとほら数字書いてあるじゃないですか。え、これ多分ピザの大きさですよね。そう、30センチで作ってね。30なんだ。わかりやすい。頑張ってね。はいはい、はい、頑張って、一緒に頑張って。30ですよ、30。30ね、はい。あ、もう30届いちゃうよ。ノーノー、ちゃんと丸く作ってね。いやいやいや、ちょっと待って、本当に料理やってるんですか。やってるし。本当にピザが慣れてないだけだし。ちょっと勝手に裏返してみて。はいはいはい。でもほら、全然まだですよ。まだ20とかですよ。焦らないで。性格が出ちゃう。これもし、はい、中に空気が入ってたらどうする。空気関係ないよね。店員さん、答えが分からず思わずセフに質問。その光景に一同大爆笑。ちょっとあなた先生じゃないんですか。本当にどういうことよ。だってシェフがいるから。シェフにしましょう。なんてカンニングしながら、はいはいはい、上手に作れる自信がないのでここはプロに任せることに。それにしてもさすがシェフ、いとも簡単にピザ生地の形をきれいに整えてくださいました。シェフ、かっこいい。わー、すごい。え、30センチぴったりになった。すごい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 。シェフ、35点、好厉害よ。すごい。クール。ザ、メン、メンって感じですね。はい。続いて、トマトソースを塗ります。その後、焼いた際に生地がふっくらとなるように、フォークを使って生地に穴を開けていきます。続いて玉ねぎ、ソーセージ、エリンギなどの野菜をお好みでトッピングしていきます。
あ、ちょっと見てこれ、あれじゃないですか、ミッキーみたいじゃないですか、隠れミッキーがいるよ、ほら、かわいい、隠れミッキーが、かわいい、台湾の人大好きなら、ありがとう、たかしくんじゃない、俺じゃないですよ、はい、ちょっと抜けてもらって、あ、いい感じ、いい感じ、いいよ、最後にチーズを乗せれば、絶品ピザの完成、二人ともお疲れ様でした、よっしゃ、できた、やったー、これ焼いていきましょう、欲しい、え、でもちょっと待って、違うよ、ゆきちゃん、違うよ、いや、俺ら今日、ほら、これ、発火、餅ピザを探してる、そうそう、餅ピザ、焦らないで、先にこれを釜で焼いていきましょう、いやいや、違う違う、もう餅を探してるのじゃね、ここ餅がこう、ポッポッ出てくる、そんなわけないですよね、すぐわかるから、ツッコミ、わかりました、ありがとうございます、わぁ、スジンコード好快哦、看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅勾心微视 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资金节目的最新通知哦。也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦。还有，如果还没有 follow 比克台湾台湾好资金的朋友们，请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦，赞赞啊赞啊赞赞，可以的，加油啊！拜拜。